こんにちは。昭和回想。今回は1980年10月に遡ってみたいと思います。先々週くらいですかね。1980年頃やらせていただきましたよね。はい。私もね、ちょうど大学に入った年なんで思い出深いんですけれども、前回はその春4月号、今回は半年経っての10月号です。ものすごく広告にね、活気がついてきて、まあ、つまり、1977年のね、末の、二次規制、これからね、3年ぐらい過ぎてね、もうモデルガン業界、および徐々に出てきた玉の出るモデルガン、これがね、勢いをね、増しているというのがお分かりいただけると思います。広告の方に時間を取りたいんでね、今回この遡りはですね、テレビに特化してちょびっとだけやりましょう。皆さんがどれを、ね、見てらしたかっていうのはあれなんですけどもね、まあ、ちょっとね、大人の目線から言わせてもらっちゃうと、例えば黄金の犬なんかね、はい、あの映画同様の展開を期待した、あるいは原作同様の展開を期待した方多かったんじゃないでしょうか。これが実際テレビドラマになってしまうとね、あらあらあらっていう感じでしたね。はい。あと池中玄太ね、80キロ。ね、どん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 ね、玄太太っていってシリーズ続くんですけれどもね。この当時ね、80キロなんていうのは夢でしたね。80キロになりたかった。本当に。はい、ぶつかった時の勢い。ね。体重で押し切るというの人生をね、一度でいいから経験したいというふうに思っていましたけれども、実際80キロを超えてみるとね、はい、邪魔でしょうがないんで絞らなくっちゃというようなところですね。まあ、新八先生とかね、金八先生とかね、あともう一つ、あの仙台の方 の歌手の方がやってた仙八先生かなんてのもありましたよね。仙台の人、仙台八郎でしたけど、なんかそんな感じのやつでね。はい、まあ、こんなところでしょうか。まあ、また次回やるときにね、この辺ね、ゆっくりね、こう入っていきたいなと思いますけれどもね。ちなみに鬼平犯科帳はね、現在時代劇専門チャンネルでね、よろずや版もやってますし、あと、あれ、今の、よろずやじゃなくて白王、なんとか白王さんっていうあの初代のやつですよね、もやってますしね、クラシックもやってるし、よろずや版もやってるし、あと丹波哲郎版っていうのもあるんですよね。あれなんか結構ね、なんていうのかな、 G 面っぽくて、それはそれで良かったかななんてね、記憶があります。まあ、このあたりまたね、はい、遡ってみたいと思います。で、今回思いっきりね、広告にも登場するこのね、M3Q MGC のストレートブローバックガンですね。はい、モデルガン、これをね、魚にしていただきながら、広告遡っていきたいなというふうに思います。まずね、表紙を本当はね、本当お見せしちゃいたいですね、これね。そのぐらい、もうこのぐらい隠してこう見せちゃいましょうか。こんな感じで。はい、これ何かっていうとですね、P38 のカスタムですね。はい。この、80年の10月号っていうのは、あの、ワルサーファンの方には割とね、印象的なね、ものなんじゃないかなと思います。ワルサーのね、はい、バレルの前の方の部分にですね、ディアサイトがついて、つまりターゲットカスタムですね。まさにね、ルガーでね、実現されていたこのターゲットカスタムのワルサー版というのがね、思いっきり出てます。当然ピンナップはね、軍用ワルサーですね。すんごい綺麗に撮れてますね。この頃ね、あの著名なフォトグラフ、著名っていうか、あの男子の中ではね、あのフォトグラファーの方がね、変わられて、あの永田一郎氏でしたっけのね、非常にね、綺麗な写真がね、毎月雑誌をね、飾っていたというところですね。見開きはね、いきなりね、これですね。ちょっとさすがに近すぎるか。国際のこのリアリティってやつですね。ローマン2インチ。ね。またパクったのなんて思ったらね、中身ちゃんとオリジナルのね、オリジナルというか国際産業オリジナルのね、ローマンでしたね。はい、金属モデルがね、展開されて、それは以前ね、ちょっとご紹介したと思いますけれどもね。そして、ピンナップの裏側のところも、国際です。はい、まあ、勢いがありますね。
まあ、写真一つ撮ってみてもね、あ、このスピードローダー国際のやつですね。私時々あの動画でリボルバーの時にご覧いただいてると思いますけれども、まあ、それでちょっとあのカートリッジ部分がこうちょっとこんな感じのカートだよっていうのがね見受けられますね。ただ写真としてね、まあ、こういうね実銃かどうか分かりませんけれどもね、ブランクかもしれませんけれども、こうカートが並んでる中にね、ほらまだこの頃って SW44 マグナムっていう44マグナムって言ってますよね。はい、この辺りね、ちょっとこの辺押さえておきたいですね。まだ80年代の、10月ではね44マグナムという呼称がね、はい、一般的でありましたということです。はい、で次行きましょう。これもまた勢いがありますよ。マルシンさんのね、もう珍しいですね、これマルシンさんがこうイメージショットなくねドサッとね堂々10機種勢ぞろいって、見えてください。もうこの時点でこんなにハイパワー展開されてるんですね。何丁か持ってますけれどもね、もちろんねコンプはできてないですね。これねセントルイスモデル、ふーんふーんって感じですね。ちょっと自分で見とれちゃいます。後でゆっくり見ます。でね、このニューモデルっていう風になってますよね。ニューってのはキャップ用になったってことですかね。ちょっとこの辺りね、あの繊維がよくわからないんですけれど、はい、でこの辺がね、レプリカさんの YMC さんのあれも広告もそうですけども、こうやって並べていただけると時代の趨勢がわかりますね。もう樹脂モデルがバン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 出てきて、長物バン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 充実してきて、まあ、主にこれマルシンさんのモデルが多いんですけど、あと高徳の SS オートマグなんかもありましたね。ここにね、こうねチラッとあったりしてね、なんとなくね、こう趨勢が分かりますね。というかその当時のシェアみたいなものがね、どうでしょう、もうここまでで勢い戻ってきてるのお分かりいただけちゃうんじゃないですかね。思いっきりなんか復活って感じになってきてますよ、業界が。でまたねウェスタンアームズのこの、はい、シングルアクションアーミーのね、はい、このねショットも今に通じますね。最近のあの、ガス風呂、の広告にすごく通じる、もうなんかいい感じのね布のくにゃくにゃ具合とかね、そういうのがなんか同じカメラマンの方なのかな、そんな単純なもんじゃないですかね。なんかすごくそういうものを感じました。まあ印刷自体もね1970年代後半から非常に良くなってきて、それに合わせて広告の写真のねレベルも上がるのも当然かなというところですね。でハドソンさんもね、ほら見てください、綺麗な赤いねバッグにね、しっかりとね AK47、 AK47 最後までね、最後の最後までね、残りましたね。私一番最後の、ロットの方のやつをね購入しましたね。あまりにね通販で買ってストックのも色が気に食わないんで、一応電話して相談してみたら快く交換してくれたのを覚えています。本当に今でも感謝しています。大事にしてます。そして我らが CMC ね、思い出していただきたいんですけれども、あの規制前後のね矜持あるね素晴らしいね広告行動を見せてくれた CMC、 見事にね、長物系でね、今度は復活しています。規制直後はね M29、 あでもそうか、あの時にすでに M29 って CMC は使ってたんですね。さっきの国際の広告では44マグナムでしたよね。この辺りねちょっといろいろと考えないといけませんね。いいですね。それからこっちはザザーンとね M1 ですね、はい、どうでしょう。でここにね新しいね CMC の開発のね、はい、カートリッジについての情報が出ています。はい、 CMC も元気いっぱいになりました。ちょうどこの頃はねバイトもそこそこ稼いでた頃なんですけれどもね、ちょっとモデルガンにまでは回らないってことが多かったな。さて山本さんですね、モデルガン接近のね、はい、MGC ね京阪総代理店さんです。見てくださいこのかっこいい M76、 このね置き方がいいですね。はい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 、そして59とかね、それからほらみんな大好きパイソンとかねと32と、やっぱり魅力的なラインナップですよね MGC ってね。でこれはねウエストアームズのベレッタだと思いますけれどもね、
さすが山本さんと。あ、でここにね懐かしい44マグナムのね6インチと8インチがね、まだラインナップされています。元気いっぱいね。やはりね先行して女子モデルをやってただけにね MGC 長物なんかも女子でね行っちゃいますからね、すごいですよね。M16 なんかね長物になってまた再展開みたいな感じでリニューアルされてもいましたよね。丸子さんもね帰省直後ね寂しい広告になってましたけれども、振り切ってますね。こういうあの、モデルガン以外のね、部分のところ、これ丸子さんお得意ですよね。お店もこうなってますもんね。そしてモデルガンもこういっぱい出てるようなんですけど、やっぱりラインナップ的にはね、タニオアクションであるとか丸合成パイソンとかあとコブラとかね、やっぱ昔ながらのモデルに、樹脂製のモデルが加わっているというね。モデルガンコーナーにまで手錠やねブーメランが入ってきちゃってますからね。はいね、ブーメランなんて今ね政治用語で流行っちゃってますよね。はい、そしてこれは、はい、マルゼンさんですね。マルゼンさんがね進出してきたわけですね、ガンの世界にね。モデルガン自体はね、多分ね全然絡んできてないですよね。でこのね鼓弾のね出てるこれですね、これはね、まあいいや、あまり深く追求しても記憶の定かでないものやめておこう。見たか持ってたかした記憶があるんですよ、マルゼンさんのこれね。いいですよね、写真もね、さっきのねウエスタームさんのやつに負けずにこの小道具がやっぱりねいいですね。あ、ちなみにあの時々コメントいただけるあのスペインの方のね写真なんかもね小道具素晴らしいですよね。こういうセンスを磨かなきゃいけないなと。はい、国際からね、あ、そうか、今日こっち出そうかと思ったんだよな、一緒にな。うちのちょっとクラック入っちゃってるんですけどもね、ここにありますね。プローバックモデルかっこいいですね。やっぱウッズマンもねこの角度で撃たれちゃうとたまりませんね。まさに、ね、あのワイルドそのものの雰囲気ですよね。もうちょっと遠くに飛んでればね、はい、9300円ですね。はい、でこちら側にね、東京銃砲火薬店さん、こういうね備案機警察用品というこういうのがね、なんかこの頃よくこういう警察用品って見ましたよね。ほらこの辺にも本当そうですよね。これまた山本さんだ。これは、渡辺翔海さんと山本さん、ほらね持ってた方いらっしゃるんじゃないですかね。うちにもどれかはあんじゃないかな、このホルスター類ね。さすがに大学生になると正直ねショルダーはあんまり持ってなかったですね。ただヒップホルスターは好きでね、結構大人になるまで集めていた記憶があります。最近トント買ってないですけれどもね。それから明和模型さん、ほらもうこの SS シリーズがねプーンとこう出てフューチャーされてるんですよ。で合わせてスコープ合わせがいいと。で今につながるこのねザーッという情報量ですね。あ、プラパイ MGC のプラパイソン用の着ぐりがここで売られてますね。嬉しい嬉しい。気がつかなかったな。何はガラクターさんですね。とそれからですね、ここのページにですね、モデルガンの CM やってますよっていうのがね、国際ですかねの、あ、国際のさっきのウツマのマッチターゲットのブローバックのコマーシャルやってたみたいですね。この時期テレビでね、テレ東って書いてあります。あ、東京ジュリチャンネル、今のテレビ東京ですね。でこんな感じで、テキサスっていうところのホルスター類と実銃の、まあ簡単に言うと実銃の広告比率ずいぶん少なくなってますね、70年代のものに比べるとね。あれかな、実銃を持ってる方の人口自体も減ってきてたのかな。懐かしい、まあ、ここはもう安定ですね。はい、ヤングレックスさんね、いいですね。モデルガンだけじゃないぜみたいなね。まあこういうとあの今良くないのかもしれないですけど、男の遊び心をくすぐりまくるような商品がね結構ねずっと並んできましたね。このアンティークガンみたいな棒怖いですね。はい、懐かしいんだよこの FM 盗聴セットがまだいるっていうね。
で、それから今度は、JAC さんの社員募集のね、はい、こういう記事がスパンと出てます。この反対側はね、コレナガームズさんがね、新店舗に新しい店舗をオープンしますよっていうお知らせが出てますね。そして、復活したここが今日の目玉かな、 MGC のビジエル。このビジエルはね、ご紹介した記憶があるんですけれども、まあしばらく経ってますんで、またしてもいいかなみたいな感じですね。さらにこちら側にMGC 設立20周年記念パーティーに、この読者を20名ご招待。さて、誰か行かれた方いるんですかね。いらっしゃったらね、ライブの時にでも状況をお聞かせください。非常に興味があります。どんなパーティーだったんだろう。MGC を作った男かなんかに、多分どっか写真ぐらいは出てるかな。大阪ガンルームさんですね。すいません、お腹鳴っちゃいました。それからこちらはジャックさんですね。これはまあちょっとこういう感じでさらりとね。もうね、今月ないのかなとか思っちゃってね、心配してましたよ、上六坊や。もうね、このね、こまめにこうイラストが入ってるところがいいですね。堪能しましょう。上六ガン&ホビー通販部の広告です。堪能させていただきましょう、ね、やっぱりこう本当に楽しめるっていうかね、多分絶対ね、作ってらっしゃる方楽しんでますよね、これね。と長子さんね、こういう感じで、はい、清野アームズさんもこういう感じですね。で最後にまたね、国際さん、このパターン多いですね。カラーで出した広告をそのままモノクロにっていう、ね、なかなかねこれ難しいと思うんですね、写真の使い回しね。モノクロはモノクロの方がコントラストつきますんでね。今だとね、そういうところいろいろいじれますけれども、当時としてはね、結構印刷屋さん苦しかったと思います、コントラスト出すのにね。からガンシップビルと、ホビース紹介さんの情報量多いですね。アメ横にね、お店に行く前にここでちょっと当たりをつけてから行くなんていうのもありだったかもしれないですね。はい、そしてハローウィントさんかな、はい、ね、今でもね、今でもつい最近でも健在ですよね。で、最後にね、これね、これちょっとね、皆さんにとってもレアじゃないかなと勝手に思ってるんですけどね、これ台東商事さんですよね。後 MGC をね、引き取ることになる台東商事さんがハドソンの製品を代理店として販売しているとね。ほら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 ね。はい、そして裏表紙はこれです。あ、なんだ、木繰りの方出してくれよかったな。 MGC ニューモデル5ですね、はい、イングラム実現されました。ワルサー P5 お蔵入りになりましたね。 M3Q 出ましたね。ガマベントもリニューアルされましたし、 M31 もバレルちょっと長くなって、はい、プラスチックになって登場しましたね。最初のカルッカルの ABS 版、それとね、ちょっと重くなったヘビーウェイト両方ありますんでね、金属と合わせて3点セットを揃っておりますというところです、はい、これはね、でも M59 が成功していたから、まあ全然心配しなくていいだろうなみたいな感じでね、購入しました。でこれはね、発火動画を以前載せたやつですね。でセガライト散々発火してたんでね、ここのね、ハンマー変形しちゃってね、変形しちゃ削り、変形しちゃ削りで、もうね、原型とどめておりません、かわいそうに。だんだんね、これが潰れてきてね、ここと干渉しちゃうんですね。で、スライドの動きが悪くなったりしちゃうんで、まあ、それをね、はい、削ってなんとかしたと。中なんかね、さすがキャップ火薬ですよね。ジャブジャブお水洗いして、で、その後ね、普通にしたら、そうそうね、ちょっとマガジンなんかサビがついちゃってますけれどもね、結構まだ綺麗でね、使えますね。ということでね、またそのうちね、打ってやろうかなというふうには思っております。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、今回の昭和回想、1980年10月のね、広告をたどってみました。ではまた。